どうも、ゆきおでございます。今日はね、一応ゆきおとワインにはなるのかなワインの動画にちょっとコメントいただきまして、その中で、サイゼリヤのワインはどんな感じですかっていうふうにちょっとコメントで聞かれたんですよ。で、サイゼリヤのワインって飲んだことなくて多分行ったのも相当、最後に行ったのは相当昔だから、実際どういうものなのかなと思って、で、噂には聞いてたのね。1杯100円っていう1杯100円だよ、破格だよね、もうね。で、さらにサイゼリヤにはなんかちょっと裏メニューみたいなのがあって、裏メニューみたいなのを頼むとワインのボトルのメニューが出てくるみたいな感じで、で、その中にあるワインが、まあすごいいいワインがあるよっていう話を聞いたことがあって、まあちょっといろいろなんか試してみたいなと、ちょっと検証してこようかなと思ってサイゼリヤに行ってきました。行って飲んできました。その、まあちょっと検証してきたら結果をちょっとお話ししようかなと思っております。最後までよかったら見て聞いてってくださいね。ゆきおとワインで行ってきたんだけど、サイゼリヤ、まあ学生の頃かな、よく行ったのは、ワインを、まあ、頼もうと思ってメニュー見たら、もちろんワインはグラスワイン100円。まあでも飲んだことある人結構やっぱりいる気がするんだよね。サイゼリヤはよくね、どこにでも結構あるファミレスだし、まあワインなんて本当にもう気軽に飲めるもんだから、飲んだことある方いるかと思うんだけども、ちょっと飲んでみました。それ赤白ね、まあグラスワインその前にグラスワインが100円で、これデカンタが250ミリ200円、500ミリ399円って、もうおかしな値段、これですでにおかしな値段なのに、マグナムボトルって普通のワインの容量の2倍あるんだけど、それが1080円っていうおかしな値段、すごいよねこの価格付け。まずね、ここですごいと思う。この価格でできるっていうのはすごいと思う。まあでね、今一応飲んだんですけど、まあ価格を考えると、まあねってなるけど、ワイン単体で見るともうね、やっぱりね、すごくジュースっぽいねなので、なんかね、まあもちろんね、そこにね、まあ本格的なワインを求めていく人はいないだろうけども、それでもまあでもワインの入門編、入り口としてはすごくいいと思うんだよね。かなりジューシーで、まあ半分ブドウジュースみたいな感じだったけどまあそんなに別に濃い味はしないし、まあ、超サラッとしてる。で、赤も白も冷えて出てくるから赤も冷えて出てきたからこれもね、ジュースみたいにいけちゃう感じ。そう、なんか変な味はするっておかしいけど、なんかそういったなんか感じはしなくて、サラッとしたワインだなっていう感じイメージとしてはね。でもまあちょっと料理も頼んだ、なんか パスタとサラダみたいなのも頼んだんだけど、なんかやっぱり料理があると、なんか料理を食べてまあ流し込むみたいな感じ、もう本当にそういうスタイルだと思う。ガッ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 っていう感じでいけば全然ありなんじゃないって思った。でも何より本当に言ってるけど、この価格で提供するとはすごいよね。だから意気込み感じるよね、サイゼリヤさんの。今日ね、今回初めてじゃないけど、行って気づいたことがあって、昔までは本当に多分ね、ファミレスとして使ってて、まあこういうなんかイタリアンベースだけど、ちょっとなんか日本風な感じにアレンジしてるファミレスなんだろうなと思ったんだけど、意外と見るとメニューとか見てると、なんか、まあ、もちろんね、ハンバーグとかそういうメニューもいっぱいあるんだけど、ちょっとイタリア風なメニューもあったりして、で、名前もちょっとね、なんとか風、フリウリ風とかね、とかなんかシチリア風とかね、だからちょっとイタリアを織り交ぜつつちゃんとメニューを作ってるっていうのは、なんかイタリアのそのね、料理の雰囲気っていうのを日本にちょっと伝えようとしてる感じ、それも分かりにくくじゃなくて分かりやすく伝えようとしてる感じがなんか見えて、あ、ちょっとサイゼリヤさんってやっぱすごいのかなって思ったので、さらに食後酒もあったんだよね。グラッパっていう食後酒があるんだけど、もうイタリアではよく飲むんだけど、本当に蒸留酒なんだよね。ブドウの蒸留酒なんだけど、まあブランデーみたいなもんなんだけど、でも、まあ、グラッパは本当に樽熟成とかあんましないから、本当に無色透明の本当にそのすげえ強い蒸留酒があるんだけど、それが置いてあったんだよね。だからそこを見て、なんか、あ、そういうなんかイタリアのなんかその文化、イタリアの食事の文化みたいなのもやっぱり少し伝えようとしてやってるのがなんかちょっと見えて、
あ、最低裁判すごいのかなと思って、それはまあ間口をこんな広げてそれをやってるわけでしょ。それって逆にすごいのかなと思って、まあ間口をこんだけ狭めていけ、いけばイタリアのね、そのワインとか食の魅力をこう突き詰めていける店とかいっぱいあるんだけど、これだけいっぱい人を入れる箱の中でちょっとイタリアのね文化とか雰囲気をやっぱ伝えようとしてるっていうのがすごいのかなと思ったの今回は。本当にしかも100円だよいっぱいまあ、まあ、味は本当にさらっとしたさらっとしたワインだけど、でも別に全然飲めるし、でメニューに書いてあったんだけど、そのイタリアのモリーゼっていう州があって、ちょっと南の方の、まあ、中央から南にある州なんだけど、そこのワイナリーと契約してサイゼリアのためになんか作ってもらってるみたいな、このワインっていうのがね。だから、まあ、一応本当にそういった流通経路をしっかり持ってやってるっていうのが、まあすごいなっていうのもあるよね。まあモリーゼっていうのは全然、まあ、聞いたことないと思うんだけど、まあ、ワインもそこまでもうめちゃめちゃ高級ワインができる地域ではないけども、素朴なワインができるワイン産地にはなってるんだけどね。で、まあ、あとボトルワインは、まあ、それこそキャンティーもあったけど、まあ、それでも1000円とか2000円で普通にボトルがあるからすごいなと思うけど、っていうのはちょっと置いてあったぐらいで、だからそう、他に、まあ、裏メニューじゃないけど、他にもなんかメニューありますかって聞いてけど、この俺が行った店舗ではなかった、うん、他の店舗はどうなのかなっていうのは分かんないけども、まあ、今回はとりあえずそのグラスワインのね、ちょっとどういった感じかなっていうのを、まあ レポートというか、まあ、店内では撮影できなかったから、俺はこういう風にバッて話すだけだけど、まあ、こういう感じでしたっていうことで、サイゼリアさんの魅力をちょっと久しぶりに行って知ったっていうことそれはね、結構ね、自分の中でね、なんかしっくりくる部分があったね、うん、で、店の中もね、ほら写真とか絵もイタリアの飾ってあるじゃないまあそういうのをなんかもしね、中学とか高校ぐらいの本当にそういう時から行って、そういうメニューを見てちょっとそこに馴染みがあれば、少しなんかイタリアの食事に馴染みができてるから、で、なんかイタリアとか行った時になんかそういう、 こうメニューとかね、例えばグラッパとか、まあ、小中学生でも飲まないけどお酒はねまあそういう名前を知れるっていう面ではなんかすごいのかなと思うよ ね。そういうのはなんかサイゼリアさんはちょっとなんか、まあ、また行ってちょっと他のワインも飲んでみようかなちょっとどうなるか分かんないけど、今回はグラスね一杯ずつ、白がいっぱいずつだけだったけど、という感じでございますね。はい、ファミレスとか行かないんだよね、最近なかなかね。だからちょっと面白かったっていうのはあります。他でも今、他のファミレスってどうなんだろう、なんか、それこそいろいろいっぱいファミレスあるけど、ワインとかって置いてるのかな、値段とかちょっと全然、そっちの検証はしてないから分かんないんだけど、でも100円はないよね。サイゼリアさんだけですよね。なんか、サイゼリア推しみたいになってきてるけど。でも、楽しかったです、非常に。コメントくださった方、本当にありがとうございました。ちょっと楽しい検証でした、今回は。うん。でもなんかそんで、ね、グラスもね、割れないグラスって言ってちょっとプラっぽいんだけど、なんかそういうグラスでなんかちょっとね、いい雰囲気だったよはい、では今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきゆでございました。じゃあね、バイバイ。